ゾッコンセレッソ西川大輔と日村子です。ゾッコンセレッソ2月前半号は昨シーズンのセレッソ大阪、そして番組を振り返っていきたいと思います。今さっき収録を終えたばかりなんですけどもね、もう昨シーズンもいろいろやりましたよね、はい、ゴール集、そして緊張ラストマッチ、お出かけ編などいろんなのを届けているんですが、今回のゾッコンセレッソは面白かった。ゾッコンセレッソ2月前半号も見てね。問題は宮崎で何を食べるか。